食らっちゃうのはしょうがないか。あ、やばい周期便が谷底に消えてった。はい、イケモンです。今日もバイオハザードリベレーションズ2続けていきたいと思います。もう最終も最終だよね。そう、エピソード4のクレア編をクリアしたから、次バーリーナタリア編に行く前にスキルを覚えさせてね。はい、でそうだそうだった、あのさ、前回2万ぐらい BP があってイエーイって言ってここら辺を覚えたのに全然使う機会なかったっていう。さあ今回は7000しかないぞ、どうする。でももうこのナタリアでだからもう BP を稼ぐとかじゃないと思うんだ。もういらないし、もうこんなナタリアの攻撃力とかは伸ばさなくていいと思うから、伸ばすなら、でももうねナタリアで支持してバリーが戦ってもらうみたいな、そういうターンでもないと思うんだ、もはや。もはやね、だって最後でしょ、敵がわら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 来たらほぼバリーじゃないか。もうとりあえずおとなしくこの投げる武器の威力を上昇させよう。うん、であと2400なんて何するのよ。うん、ここら辺しかないよ、ここら辺しか。回復量を増やして、だって他ないよね、他だってもう足りないもん。回復量を増やして、で回復時間も早くするか。もうだってもう BP 振るとこないもん。はい、じゃあこれでいきます。 OK、 じゃあコンティニュー。はい、はい、同じくね、変身フランツカフカね。ちょっとさ、ここの文章は違うんだね、フランツカフカのね。クレア、目を開けてくれ。クレア、起きろ。クレア。バディ。あれ？モイラはどうしたんだ？一緒じゃなかったのか？バリー、ごめんなさい、私のせいよ。モイラ、守ろうとしたんだけどダメだった。そんな、モイラ、なぜこんなことに。え、モイラ、あの後来たのクレア。あ、あれ、ナタリア。大丈夫か。おい、何があった、ナタリア、アレックスはどうした。どっかへ行っちゃった。ああ、そうか、よく無事だったな。とにかくアレックスを追わなければ。ん、あ、ちょっと、バリー、大丈夫。ああ、ちょっと目が回っただけだ。それより奴はどこへ行った。多分この山の向こう。そうか、じゃあまず崖の上に戻らないとな。はい、さあ始まりました。あの崖の上の警察手帳、もうちょっとちゃんと、一瞬過ぎて。え、バリーのだった。バリーの家族写真が入ってたのかな。はい、いや待って、何から言ったらいいんだ。あの
そうか、エピソード4のクレア編でクレアが崖から飛び降りた。その後クレアは助かったんだ、発見されて。でそこにバリーもいて、モイラはどうしたんだって言って、助けてあげられなかったろうっていうのを聞いてからここに来たの、バリーは。そういうこと？合ってる？合ってます？でもさ、クレア編でさ、あのまあアレックス・ウェスカー、オーバーシアは自分の頭を撃ち抜いてたけど、でもあれじゃ死に損なったのかな。今ここになんか満身創痍でいるもんね。あ、ちょっと早い、ごめん、もうわわわ、あ、石ないんじゃない？石ないわ、はい、あ、何もういきなり最終決戦な感じ？ん？あ、待って、このさ、結局この足跡は誰の足跡なの？だってモイラのクリア編の時からある、あれクリア編の時からあったっけ？あれクリア編の時からはなかったっけ？クリア編の時はないか、バリーの時だけか。うん、いや違うな、クリア編の時もあったもんね、この足跡。脱走した人の足跡なんだろうなみたいな。あれ結局この足跡ってとは？はい、じゃあちょっとアイテムとか整理したりするね。はい、じゃあクイックローダー M だよね。もうマグナム専用パーツ、マグナムにしかつけれないっていうのをね手に入れてたんで、マグナムにつけましたと。でダメージレベル4、一番ダメージが出せるやつはまだちょっとハンドガンにつけとこうかな。最終的にはマグナムにつけたいけど、弾が少なかったらこっちのスナイパーライフルにつけようかな。今現状さ、スナイパーライフルの方がさ、あの威力高いからね。このねバリーのマグナムそんなに多分高くない。だってクリアのマグナムは900なんだもん、素でね。これ素で700で、このスナイパーライフルはダメージレベル1つけてるんだけど、もう強いから、まあ、たまによってはこっちのスナイパーライフル推しでいきたいかなと思います。っていうかね、私が前回2個ほど武器を取り損ねたのよ。ウェポンショックがもうひどいよウェポンショックで多分強い武器をね手に入れられてない可能性がある。はい、あーなんか入り組んでるな。あれここ、あ、これあれじゃんか待て待て待て、嘘だろう。あのクレアの時にそう、結局ここどっちかをレバーでどっちかを閉めてどっちかを開けたのよ。で結局最初の携帯のままなんだよね。私はこっちなんだ、こっちはいけないんだ。レバー触ってたらこっち右が開いてたけど、結局戻したから左だ、多分ルートが違うのか。もうさ、これさ、当てたってさ、当てたってさ、BP あそこに何かいる、気をつけて。ダメ、起き上がらない。あれこれ進めないんだけど、なんで、え、進めないの、これ。そこ進めないんだ。大きな水門、水の流れを制御しているようだな。あれでも水流れてんだ。さっき遠目で見た時にはね、向こうに何かあるよ。あの建物から上に行けそうだな。よし、あそこに向かうぞ。あれ水流れてんだ、じゃあ行けないか。うわー、びっくりした、びっくりした。なになになに、おるやん、おったおったおった。もう BP 稼ぐとか いらないよね。でもね、もう BP、 いや見つかった、 BP を稼ぐとかじゃないんだ。怪物が来てるお、あ、うん、ちょっとこのこっちで行こう。あと2人ぐらいいたから、いっぱいいたじゃん。中？ちょっと。
見えてるんだよな。いやこれ無理だな。こら嘘でしょ、当たってるでしょ。やばい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 、危ねえ危ねえ。死んだの本当？死んだんだ今ので。嘘だ、当たってるでしょ、当たってる当たってる、ま、危ない危ない。よいしょ。ここには何があるんですか。まだだ、包帯だ。ナタリア、キラキラしてるところない、ないか。ここどうやって入ったの。入れるわ。やばい、こんなに近かったっけ画面って。こんなにな、こんなにキャラ近かったかな。よいしょ、登れるんだこれ。めちゃくちゃキャラが近い感じがする。あれ、あ、マグナムの弾だって。ナイス。あっちに、あっちから行くのかな。まずあっちに行くか。お、はい、方向音痴がつらい。もう道なりに行くか。ん、どう行くんだ。あ、そこか。そこいっぱいいたよ。石投げても無反応だったんだけど。あ、失敗。しょうがない、行くか。いや、いや、いっぱいいるのよね。これどこが頭？ここか。ネズミがいたのに今一発じゃ無理か。意外とさ、お、ほふくほふくほふく全身にやめろ。でどこ、どこが頭かちょっとわかんないです。あ、行くナタリア。よし、行け行け。あそこに何かいる、当たってるこれ。でももう BP とかじゃないんだもんな。もこれは違うんだ。ん？あ、瓶ね。ありがとうございます。ん？こっち？ちょっとこっちの下も見よっか。あ、ごめんごめん、間違っちゃった。本当？起きないの？これは？ん？あ、起き、おーっと。マリ怪物だ。お、な、ナイス。やばい、くしゃみが。ごめんごめん。こっちはいけないのか。あ、じゃあ結局なんかオイルとかをちょっと手に入れるだけのためだったと思うと、今の使った数どうなんだろう、弾の。うん、いや、こんなにキャラ画面に近かったっけ。めちゃくちゃ近く感じる。待っているやん。うん、オッケー。はい、そう、一応多分スキルでさ、この切り替えた直後が武器が強いっていうのを取ってるから、忘れないように切り替えて使うね。あれ、ここ行けないくない？もう行けるとこ終わったよ。え？あれ？どこに行くんですか？あれ？どこに行くんですか？もう行けるとこなくないですか？でも行けるとこ、あそこか？あそこか。ここから見て。
こっから降りて、こっから降りてくんない？いや、ジャンプで降りてほしい。ジャンプで降りてくれる時とはしごで降りちゃう時の違いは何だろう。敵がいるかいないかかな。はいはい、ここか。うん、もう BP とかじゃない気がする。はい。うん。ナタリアちょっとやっぱ食らってる、負傷してるんだよ。やだ、中にいるじゃんあれ。で、これ石ないんだけど、石。石持ってないとダメか。石持ってないとダメか。でも石はここに落ちてるはず。なぜならここを上がるときに持ってる石を一回なくすはずだから、ここら辺に石が落ちてるはずなんだけど。うわー嘘だろ。ごめん。はい、もう投げてやろうか。死んでんの。嘘だ。ほんと、あー、ハーブだ。いただ、大丈夫？なんか歩いてきてる音聞こえたんだけど。じゃあちょっと組み合わさしてね。ハーブの渋滞を起こしてきてるよ。どうしようこれ。組み合わせる。はい、めちゃくちゃハーブのありがたいことだけどさ。ん？なんか敵みたいな息遣い聞こえるんだけど。何？ゲームじゃない？私の家からしてる？誰かいる？てか石がないじゃん。そっか、これはもうこうするものなのかもしれない。うん、こうやってナタリアに行ってもらうしかない。石が落ちてないんだもん。はい、いやですよね、ですよね。あれ、どこだ、なんだ、どこにいるんだこれ。出てきてくれ。出てきそう。もう方向感覚、分かんなくなっちゃう。あれ、どこ。出てこないんだけど。これさ、怖いな。大丈夫か。なんで出てきてくんない？どうしたらいいの？て、石持ってないねん。石持ってないね。うわー、それはダメだよ。ずるいよそれは。何これ、ここから出てこないんだ。どうしろと、そんなん。あ、持ってないわ何にも。持ってないな。何ここ、どうしろって。バリーじゃいけない。もう石落ちてないもんね。ここどうすんの。バリ、これバリ。いや、ここなんか考えろ。いける。頭いけた。まだか。もうから、あー、いけた。一体はいけたけども、ちょっとこっちに。気づいてないな。オッケー。小さな手。ここでしょ。ここら辺だと思うんだよな。
ここだよ、もう絶対ここ、ここ。え、なんで？え、もうおかしくない今の。やばい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 。気づかれちゃう、気づかれちゃう。いけるいけるいける。待って、怖い怖い怖い。ん？ここらへんか、ここらへんだな。ここらへんだ。で、ダメだ。待って、やばいやばいやばい、気づかれるって。え、だってこうじゃん。もうここじゃんか。赤、赤でしょ。あ、でもこ、な、ここらへんで急に変になるの何？あ、ここらへんで急に変になるんだよ。ここらへんが急に変になる。よいしょ、ここらへん、ここらへん、ここらへんね。ここらへんで行くよ。ここらへん。危ない。あと一個、あと一個。いける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 。もうここじゃんか。ここでしょ。もうこれ絶対ここだよ。ここここここ絶対ここ。あ、なんでそこ。でもまあ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 、はいはい、オッケー。はい、じゃあね、ふう。ここの正しい攻略法は何だったんだろう。でも石落ちてないしさ、多分下で石持っててもダメだよ。だってそこの段差上がるときで絶対石なくすもん一回。うん、でここはそう見た。こっちに、はい。ここ行けるの？ん？あ、下に行くんだ。これ降りたら上がってくれないやつか。オッケー。はい。そういえばオーバーシアっていうかアレックス・ウェスカーも腕はつけてたね。すごく大きな機械。ゴミ処理用に使われてるクレーンだ。あ、クレーン使うの？クレーン使うのか。うん、この先は道がない。クレーンを登るしかないな。落ちたら大変だね。あ、こんなとこに。あ、しゃがまないといけない。はい、うん、ありがとうございます。なんかナタリアがこんなになんで負傷してんだろう。うん、なんかハーブいっぱいあるから使ってみる。ちょっと一回使ってみようか。画面をきれいにしよう。あれ、ハーブ、あれハーブ、あれ使ってくれない。なんで、あれ9だよね。あ、 HP が満タンっていう意味で使ってくれないんだ。なんで。ナタリアはちょっと負傷してると思うんだけど使ってくれない。え、じゃあちょっとこれ1個渡してみて。ナタリアちょっと使ってみようか。え、使えない。HP 満タン扱いなんだけど。なんで？絶対なんか負傷してるんですけど。私なんかだんだんひどくなってるような気すらするんだけどな。うわー、なんかややこしそう。わー、ややこしそう。これ二人でやらないとダメかな。はい、なるほど。はい、ここね。はい、で、ここか。ちょっと待ってね、こっちにアイテムあるか見てない。ん、待って、何これ。え、いっぱいあるんだけど。え、ないよね、何も。なるほど、なるほど。
ームがあるんだ、むしろ。あ、ごめん、間違えちゃったえ、あ、めんどくさいやつ通れないんだ、嘘だそういうことか、ごめんごめん、間違えちゃった。そういうことか、結構めんどくさいね。でもバリーをあっちに行かせて正解だった気がする。また間違った、ごめんごめん、ちょっと久しぶりのだってさ、あのあっちのあれを割るのにさあ、まあ撃てばいいのか、こうやって石持ってないからな、うん。でこれでさ、やったらさ、またこっちに縦移動してくれるのかな。あ、よかったよかった、うん。えってことはさあー、そういうことか、あの上になんかあるんだ。こバリーが今ここに来て、ここを通れた意味ってなんかあると思ったけど、そっか、上か、ごめんごめん、私のバカ物事には何か理由があるはずなんだはい、うん、お、空き瓶があります。そこは通れないのね。なんかこういうさ、2人分かれてのギミックが多いね。あれ、あそこの空き瓶はどうやって取るんだ。あれ、あそこ取れなくない？あそこの取り方なんだろうね、これ。んだって上に上がれなくない？通れんこともなさそうだな。今にも崩れそうだが。ここ、あ、一回通ったら終わりなんだ、ここ。そういうことかな。一回通ったら終わりなのかもしれない。はい、それかバリーの体重ではってこと。バリーの体重では一回通ったら終わりってこと。降りて降りて、バリー、あれ、降りてくんない、あれ、え、降りてくんないんだけど。あ、びっくりした、なんで、なんで ここはバリーはダメだってことかな。ちょっとよくわかんないですもしかしたらバリーでやったらあれなのかもしれないから、うん。で、そこが通れないから、あ、でもここ通る、あ、待って、バリーここ乗っといて。で、これさ、横移動してほしいから、多分ね、バリーじゃここダメなんだよ、これ。はい、はい、バリー来ます。そのまま向こうに行ってください、うん。で、ここもナタリアなら通れるんだろうね。あ、危ない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 、あれ通れんこともなさそうって言ってたから、ナタリアならいけるんだ、うん。すごく高い、気をつけろよナタリア。わあ、なんか誰か死んでるよあそこに。え、なんか武器持ってない、あそこ違う。ナタリア、ここで降りてちゃっていいのかな。あ、待って、あそこになんかある。ちょっと待って、ナタリア、ここで降りていいのかわかんない。あ、はいはい、サファイア、おっと、あんなところに。で、これ行ったら向こう行っちゃう。いや、ナタリアはここ渡れる。なんならここも渡れ、ここは渡れないんだ。なんかあるな、やっぱり。最終的にどこに、上ん、最終的にここってことは、ここの階段を下ろさないといけない。ん、ちょっと待って、難しいです。ん、
ナタリアがここに来る意味何？ここに。ここに来た意味は、ここを渡った意味は何かある？わかんない、ちょっと。まだわかりません。で、これをこっちに、そうそうそう。はい。なんかあそこら辺にある木箱取ってないけども。なんかここら辺にキランテ。キランテ。あれ、キランテなかった今。ほら、あるじゃん。うん。で、あっち側も行きたいぞ。あそこの木箱ね、あそこの木箱何が入ってんだろう。ちょっと気になるね。ナタリア、もう少しだ。頑張れるか。なんだ。頑張る。何が入ってるかわかんないね。これクイーンっていける？はい。え？何これ？ちょっと待って。え？待って。さらにこっちに動かさないといけない？うん？何ですかこれ、ちょっとわからないです。でもさ、ここに足跡があるってことはさ、ここに止ま、でもここに止まる方法、ここに止まる方法、あそこにレバーあるのかな。いやでもさ、んでもさ、ここのはしごを下ろさないとダメっぽいんだけど、ここはどう下ろすんだ。ってことだよね。ここに、ここをナタリアが渡れる意味があるはずなんだけど、もっと危ない。これ何、落ちるの？あ、ごめん、間違えちゃった。これさ、上はどうなってんの？例えばこれをこうやってるときに、あーあーああ、そっか、ここがこうなって、あ、ここが乗れない、乗れない、乗れ、あ、なるほどね。いやでも解決になってない。あそこのはしごをまず下ろさないことには、あ、だからあの橋の瓶はこれで取るのか。あ、じゃあこのままこうやればいいのか。そういうこと？うわあ！ひや！嘘でしょ？ピクちゃん、なんで？待って、ナタリア大丈夫？虫は？ああ、こっち来れた。待って、虫。どこ行った？虫っぽいない？いやなんで来たし。でもなんか新しい、あの新しいあれになったってことはいいんだ。なんていうの、あ、びっくりした。新しいギミックが出てきたってことは、あ、なるほどね。あ、でもこの下には降りれないんだけどな。下には降りれない。このこ、あそこはどうやって取るの？待って。ああ、バリーが登ってきたけどもよ。解決になってなくてですね。解決に全くなってなくてですね。あそこに行けないんですよ。待って、考えろ。途中で降りるのかな？途中で降りるか。そういうことか。じゃあちょっとバリーに、バリーがここにいてもらってだよ。で、ナタリアで、あ、バリーちょ、そこにいてよ。勝手に動かないでね。
待機指示ってナタリアからも出せるのかな。そこにいて。すまない、無理だ。え、すまない無理だ、すまない無理だっつった。ちょっと待って、いてよいてよ。でちょっとこっちに動かすから、こっちに行くよ。ですぐ切り替えるからね。はい、切り替えて。ここで飛び降りる、飛び降りて、飛び降りて、飛び降りれなくない。飛び降りれませんけど、飛び降りれません。え、飛び降りないわ。じゃあ下にいればいいのかな。あ、やばい、ナタリア登ってきちゃった。え、難しくない？待って、どういうことだ。向こう側にいないといけないから、めちゃくちゃ4番の、これさ、これ例えばこのクレーンが反対側にいてもこっちでやったらスライドすんのかな。今までさ、自分の対面に、対面に持ってこないとスライドしない、この横間間は行ってくれないと思ってたけど、じゃないとちょっと無理だよ。だから対面に持ってこなくても横スライドすると考えよう。その案でいこう。なんでもう一回ここ、こうやって、で、バリー、バリーを一回、バリー一回こっちね。途中で降りてくんない。で、ここでよいしょ、バリーをまずまた向こうに行かすじゃん。で、ここのこっちやったらそのまんま横スライドしてくれるかよ。今までは自分の側にないと、こっち側に来ないと横スライドできないと思ってたけど、このまんま横スライドしてくれるとして、バリーに変えるよ。はい、バリー。あ、いけ、いける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 。なんだ、なるほどね。あ、でもやっぱり、あ、2段階動くんだ。そしたらその場合どうやって変えるねん。ここないじゃん。まあ、とりあえず取ろっか。はい、これはショットガンっぽいけど、2連かな。で、一応取って、アサルトライフル、これ強いのかな。ちょっと威力が見れないからな。何か、ちょっと、とりあえずアサルトライフル拾って、これどこで取ろう。とりあえずマグナムで取る。マグナムはまだ使わないから、マグナムにして取るか。マグナムをここに置くというか、まあ、ボックスに送られるでしょう。うん、これライフルなの？ライフル？ショットガンじゃなくて。え、ショットガンだ。あ、威力もさ、この威力がさ、わずかに劣るっていうのを、もう結局弱いからな。相談数が多いだけで威力は劣るのか。っていうか、私ショットガン持ってないんじゃないね。多分取れてないんだ。初ショットガンだ。ってことは前の取れなかった方が威力が高いんだ。なるほどね。 OK、 じゃあちょっと読みましょう。あれ、あ、門番の衣装。女子供は死んじゃうんだよね、ウイルス感染大体で。なんかそのバイオハザードの世界に子供のゾンビがいないのは、まあ、子供は耐えられずに死んでしまうっていうバックボーンがあったりとか、まあ、Tウイルスとかは女性でもね
感染するんだろうけど、そのウロボロスとかそういうウイルスは女子供は確かね、あのこういう狂ってしまう前に死んでしまうっていう、うん、はい、はあ、じゃあ自決したのか、うん、はあ、わあ、それで口開けてんだ、あで、どうやって帰るんですか F? ああ、そっか、マグラムね、どうやって帰るかだけど、うん、またあ、ごめんごめん、またこっちでやるといいのかな、こっちで、はい、で、うん、あ、これはもう一回やんなきゃいけないんだ、はい、あ、ちょちょちょ、はい、いい、もう一回、もっとスムーズな方法あるのかもしれないけど、はい、お、すごいよ、はいはいはい、はい、オッケー、やめちゃくちゃちょっと時間かかった、ごめんマジで、いや前回のさところもそうだけどさ、めっちゃなんか頭使うじゃん。でもわずかに劣るショットガンだったから、もう取らなくてもよかったかもしれない、でもショットガン持ってなかったしな。あ、はーい、んん、わあ、これは起きないんだ、いるわ、ん、後ろ起きた、後ろ起きてないよね、びっくりして今後ろ起きたのかと思った、あら見ちゃった、しゃがんでる方が威力一応出るからちょっとしゃがむ、あれここにいたよね、あれ帰ってったんだ、めっちゃ早いじゃんか、はい、ショットガンの弾も使ってったら結構減ってきたな、ショットガンじゃないや、アサルトライフル、うん、あ、光ってます、うん、あ、ショットガンの弾、やっぱさ、ショットガン拾ってからショットガンの弾も拾うようになったのかな、やばいよこれ、弾の数が1種類増えただけで圧迫しちゃうよ、あー今までショットガンの弾出てなかったもんね、拾い損れてたから。はい、うん、は、あ、はい、虫がいるのかと思った、え、ナタリアなんでこんなにちょっと負傷してんだろう、はい、あれここ、ここは鉱山の入り口か、バリー、この下にある施設、あの人はそこにいると思う、何か思い出したのか、この景色、見たことがあるような気がするの。初めて来たはずなのに。ああ、まだ記憶が不完全だから混乱してるんだろう。無理するな。初めて来た。半年間必死に探し回ったんだ。わずかな手がかりだとしても無駄にはしない。初めて来たのに見たことある気がするって言ってるよ。音楽がなんか盛り上がってきちゃってる。はい、
まあでもこの途中でさ、ちょこちょこサファイアとか拾ったりして、多少なりとも BP はね、溜まってると思うんだけど、一回わざと死んでさ、リザルト画面みたいになったら、あのスキルを振るチャンスのね、場面は来るかもしれないね。上でいいのかな。あまり、ん？今犬みたいな鳴き声がした気がした。はい、やっぱ地図とかないんだ。え、うん、めっちゃさ BP くれるじゃん。あえて一回ゲームオーバーに、うん、はい、うん、めっちゃ BP くれるじゃんか。え？いけません、いけませんかも。地下、うん、うん、いけませんかも。あ、いけます。でもあれ、いけませんかも。降りるところ、え、あー、そこ、はいはいはい、うん、はい、あー、じゃあちょっと整理するね。あーまたこの包帯が、とりあえずどうしようかな。周期、発煙剤で見えない敵が見えるようになるっていうのはきっと便利だろうからな。でもなんとかなるといえばなんとかなるんだよな。いや、どうしよう。発煙剤があると便利なんだろうけど、でもなんとかなるといえばなんとかなるから、爆発瓶作っとくか。そういえばさ、周期瓶、あの匂いを発して敵がそこに集まっていって時間差で爆発するっていう瓶さ、ボスとかにも効くのかな。ボスがなんかそんな匂いにつられてピャーとか言ってほしくない気持ちあるよねはい、ではこっちも組み合わせ、でこれを渡すと、でこっちを、装備しておこう。装備できない？なんでこっちが装備になってってるけど、こっちを装備できない。あのね、爆発瓶に多分変えるの F4 なんだよね。で、投擲を私オルトにしてるから、オルト F4 にすると閉じてしまうから、こっちを装備したいんだけどな。だけかいこっちを装備できないんだけど、なんでだ。バレーになってないから。あ、できない。なんで。これならいける。あ、いける。そうなんだ、多分そうだよね。爆発瓶だとね、 F4 押さないといけないからこのオルト押して F4、 そうすると閉じてしまうからはい、あ、ごめん、私ただちょっと今日操作めっちゃ間違う。あ、待って、ここに瓶置いてます。待って、新たに瓶爆発瓶ここにもある。なんて、捨てたの、さっき間違って。マジでごめんね。でさ、操作が全然、私なんか二日酔いにでもなってるぐらいの感じで操作が全然ダメだ。
赤いの向こう側？何この？え？何これ怖くない？え？ここ何？なんか赤いよね。あ、餌もっと向こう？わかんない。めっちゃ BP くれるじゃん。これ動かないんだじゃあ。え、動きそうだよ。あ、ナタリア、ナタリア、ナタリア。ついてこい。できないよ。え、できないよ。どういうこと？え、なんで？ちょっと待って。なんで？なんかこれ変じゃない？ん？なにこれ？ここ。え、なんでもないの？え、なんでも、なんでここだけ欠けた？ん？なんかここ変じゃない？模様。ん？何これ？なんでもないの？え、めっちゃわかんない。すごく気になるけどよくわかんなかった。はい、じゃあ行くよ。来た？はい、じゃあ降りるよ。地下と。この声はアレックスだな。大丈夫だナタリア、お前は俺が守る。ナタリアにそのシフェって言ってんのはさ、ナタリアの自我のことかな。ナタリアの自我に、ってことかな。でもさ、あの下水道のおじちゃんいたじゃん。あのおじちゃんが死なないルートとかあるのかな。あ、地図だ。ワークベンチがない全然。ショットガンの威力とか見たいのに。マグナム閉まった扱いで弾出ないなんてことないよね。大丈夫か？ガスか。危ないからお前は待ってろ。いや、一緒に行く。え？本当に大丈夫か？無理するなよ。で、一緒に行くでいいんだ。でもここうわえ？ゲホゲホ言ってるよ。長くは持ちそうにないな。できるだけ息を止めるんだ。うん。で、この高いところに上がればいいのか。で、あれ、さらにまたガスがある。やばい、くしゃみ出そう。敵います。敵いるな。あれ、そこに何かいる。気をつけて。ちょっとわかんないね。違うんだ。これ長くいると食らってくるのかな。待って、迷路すぎて、こちら辺に敵。え、これ分かんなくない？どこにどうやったらいいのか。電子ロックか。やばい、いる、バリー、ここいる。あ、ダメ。怪物が来てる。ナタリア
先に行かないで、ナタリア先に行って挑発するんじゃないよ。敵は一気に来たじゃん。やばい、これ死にそうじゃない？もう死にそうじゃない？やばいやばいやばい、ハーブ使えない、ハーブ使え、うわハーブとか使えないんだけど、ちょっと待って待って待って、やばいやばい、もう死ぬって。高いとこ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 ろ、いやハーブ使えなかったのよ、ハーブ使えなかったの。いや死ぬんだ、待って、どこから、最初からかな。息継ぎをしないと死ぬ。え、ここ最初のとこか。 OKOK、 よし、じゃあもう一回、じゃあもう一回いくよ。無理するなよ。で、さっきこっち行ったから、長くは持ちそうじゃないか。できるだけ息を止めるんだ。フルフル、ちょ待って待って待って、そういうことか。息継ぎしないと死んじゃうからね。高いとこ高いとこ、はい。で、ここから困ったのは持たなかったもんね。バリーも別にここでくるく、ここで食らってるわけじゃないんだ。ハーブで別に回復するとかそういうんじゃないんだね。じゃあバリーで行って息継ぎしないと死ぬのがきついな。うわ、なんかある。待って、ちょっと一回息継ぎするね、一回息継ぎする、一回、やばいやばい死んじゃうから息継ぎしないと死ぬ息継ぎしないと死ぬ。 OK OK かな。これこれ、ハーハーが、肩がハーハー出たのが、落ちたら大丈夫なのかな、落ち着いたら大丈夫なのかな。走りましょう。で、まだでも画面変なになってないからね。さっきなんか明らかに変だったもんね、画面が。ふう、オッケー。うん。はい、アサルトライフル。これでなんかどっか電子ロックのところがあったけど、どこだっけ？どこだっけ？なんかあったよね、電子ロックのところが。やばい。いっぱいすぎる。この包帯が場所を取りまくってるな。なんとかなんないかな。あ、これはここで一個こうか。はい、じゃあ行くよ。バリーで行った方がいいか。どこだっけ、電子ロック。え、なんで電子ロックのところがあった、ここか。はい、やばい、くしゃみ、やばい、くしゃみが。どっちですか。あー、こっち。おっと、ほふく前進に、やばい、高いところ、高い、やばいやばい、ここ高いとこ、高いとこ、危ない、危ない。で入ります。もうガスはないのかな。あ、ちょっと待ってね。はい、ごめんね。じゃあ行きましょう。あ、ん、ワークベンチがあったと思って。今もう最終決戦。またここまだ下に続いてるのか。ギミックがだの人も下に。降りる方法を探そう。またなんかギミックが荒れそう。あー、なんかボスの前に、ボスの前にこれあるよね、絶対に。まだこれ何、あ、消毒なのか。はい、じゃあちょっととまたいじるね。はい、お待たせしました。じゃあ行こうか。で、武器はマグナムをまだしまっておきます。
ここなんかない？はい、アサルトライフル。ここにもあるね。はい、あ、マグナムの弾ね。マグナムはまあ最後に使おう。下に登るんだよね。これが動かせないのか。リフト起動機。このエレベーターで降りられそうだな。うん。はい。なんであんなこれ動いてんだ。そんなに風吹いてる？分かい。うわ、またガスだ。あマジか。オートセーブ入っちゃった。うわマジで厄介厄介。あのでっかいの後ろからいける？あのでっかいのは無理だね。うん、え、見つかったことになった？嘘だ、見つかってないでしょ。あ、見つかってんだ。最悪。やばい、あいつ投げてくるから気をつけて。あ、投げてきた。ちょっと一回出よう、一回出よう。一回出よう。一回出よう、一回出よう。大丈夫、大丈夫。一回出よう。あ、はいはい。ヘイト切れたね。見つかったんだ。めちゃくちゃ私、遮蔽物にいた、隠れてたんだけど。おっと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 。え、見つかってんだこれ。見つかってる？見つかってなくない？見つかってんのあれ。もうやだわ。なんで見つかるのよ。やばい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 。やめぞ、やめろお前。で、あと何人います？ナタリア見て。あれは普通の敵か？あーマジか。これもライフルじゃないとダメ？あー、ちょっとナタリアに押されたんですけど。ライフルじゃないとダメなのかな。ダメじゃん、ここだったよね。怖い。え、足りなかった。一回降りて、登って、よいしょ。そこにもいたよね。あ、ナタリアはそこで待機なんだ。これあそこにもいるんだ。あそこにも。あそこに何かいる。気をつけて。あ、バリーこっち来なくていいの。なんで来るのバリー。来なくていいって。こっちに行かなきゃいけないから。え、登れないの？あ、押すんだ。やばい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 。いや、そこいるん。そこ開かないよね。あー、やっぱり。敵いるから、速攻ナタリアが開けなきゃ。ケホケホ。いや、そこにいるんだけど。ほら、これ、ここ、ここ、これ、これ。よいしょ、あれ。でしょ。上がって上がって。上がるの遅いんだ、ナタリア。やっと、おっと、おっそ、上がるの。頭かな。まだ危ない。
あと一人いたけどな、奥に。これは大丈夫なんだ。これを持ってくのか。めちゃくちゃ BP くれる。はい。これさ、これあれ降りれない、降りない、え、降りない、降りれないんだ。これさ、やばい、死ぬってなったらここに登ればとりあえず大丈夫なのかな。やばい、もう死んじゃうってなったらこれ置いてこの上に登ればいける。空気どうだろう、これ大丈夫だよね、いけるか、間に合うか、間に合うか。ちょっとなんか灰色になってきた気がするよ、世界が。え、登って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 、ここは大丈夫、ここは大丈夫そう。うん、ナタリアはどうするの。あ、来るんだこれで、置いたら。あ、来てる来てる。うん、ゲホゲホしてる。はい、なんか読んでみましょう。あ、労働者の日記。あ、あ、研究所。あ、バイオの最後に出てくる舞台はだいたい研究所。交代しようか。あ、ここにもなんかあるよ、うん、あ、はい、リフトの起動機、うん、あ、はい、これはいいね。ん？光ってた今、うん、めっちゃ BP くれるんだけど。あ、さっき死んだ時とかにちょっとスキルリトライ画面の時にやればよかったね。で、戻るんだよね。はい、戻ります。ゲオゲオゲオ、よいしょ。ナタリアは登るのちょっと遅いんだね。オートセーブが入りました。はい、じゃあ起動させるよ、うん、待って、ここで最終決戦か、ここで最終決戦か。もう下に行ったらあのワークベンチであれしてってこと。これも最終決戦だと思う。マグナム出すか、マグナム出す。もうさ、スナイパーライフル使うか。でも威力高いのはスナイパーライフルなんだよな。もうだって下行くもんね。ここが最後のあれかもしれないから、ちょっとマグナム出します。いや待って、研究施設があったって言ってたから研究所ターンがあるわ。ごめん、まだ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 ラストバトルじゃないや。研究所、こっから研究所ターンだから、研究所の研究所もまたうろ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 うマップ手に入れてやるだろうから、まだ最後じゃないと信じてこのまま行きます。あ、そっかそっか、ここあれやばい、ガスがゲオゲオ、待って、あ、やばい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 、あれ死んじゃう死んじゃう、あれ、あ、やばい、あ、まあ、やっちゃった、どうしよう、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、あれ、なんかガス止めなきゃダメだった、やばい、あ、やせっかく死んだからなんかスキル覚えようか。なんか溜まってるから、あ、3000ぐらい溜まってるよ。3000ぐらい溜まったとて、3000ぐらい溜まったとて何を覚える。3000ぐらい覚った。あ、3000か、うん、まあいいか、もういい、何でもいいやリトライあれ、あのガスをどうすればいいんだ、止めるとこあったかな、どう、
あーはいはい、うん、リフト機を起動するところか。あれガスどうするんだ。そうだよね。どっかにガス止めるとこあったっけ。ガスガス、あれ、あのリフトがちょっと動いたことによってなんか行けるところが増えたりしてる？ん？あれと上に行けるリフトで上にも行けるの。この上にはどうやって行くんだ？あそことか行ったっけ？行ったかな？もう記憶が。あれ？上？ちょっと待って。ん？あ、こっち行ったっけ？あれ？あれ？こっち行ったっけ？あれ？こんなとこあったっけ？ただ私、ん？あの換気システムを作動させればガスをなんとかできるかもしれない。単純に道として行ってなかっただけか。で今私が電気を通したから作動できるんだ。あ、オートセーブが入りました。ねナタリアだんだんひどくなってってる気がするんだけどな。なんか気のせいかな。でも通電してないよ。またまた嘘でしょ。マジか。ああ降りちゃった。起きたね。いろいろと多分起きてくれたのかな。あ、これ当たんないんだよね。こうなるともう登ってきて戻って。あ、登ってこないの。登ってこないパターンか。登ってこないパターン一番困る。困るね。飛び降りれないんだもん。あとどこにいるナタリア。またあそこにいるよ。なんだっけ、レベナントだっけ。これ困るな。下にいられたら困るな。飛んで降りれないかな。飛んで降りて。いけた。これはほっといてもいいか。どこにいるんだ。ここかな。道なりにって感じはここだよね。やばい。行き止まりなんだけど。騙されたんですけど。ひどいひどい。やばい、息継ぎするとこない。これ罠すぎる。ここ上がれないの。やばい。これ無理だもんね。やばい。ちょっと。どこか上がれるとこあった？今上がれなかったよね。でも台っぽいとこ。あ、ここからか。またリフト起動す。あ、ここからか。そこ上がれないの？で
上がれなかったもんね。E ボタンは出なかった。レオナ待って、またちょっと倒すね。じゃあダメ、多分そこそこいるのは倒したけど、でもさ、そこにこの木箱があるってことは乗れるはずじゃんか。ちょっと降りて待って、ここ登れないの本当？あ、登れるじゃんか。さっきなんで出なかったの。やべ、グイーンってなった。まずやろうね。あれ、やばい、くしゃみが、やばい、アサルトライフルの弾が少なくなってきました。ずっとアサルトライフルでいってるから。おっと、いたんですか。で、さっきどこ行ったっけ。どうしよう、こっちに行って行き止まりだったんだよね。間違った、こっちに行って行き止まりだったんだよね。こっちに行ってみる。まず走って、あ、なにこれ、あ、マグナムの弾。あ、でも行き止まりだ。はい、走って、は、うん、これなに、あー、なんだこれ、これ時間止まってる。たまたま、あ、奥に運び出される荷物の中。あー、はい、4月2日、さっきの労働者の日記の続きだね。日付的にね、3月だったもんね。研究所で行っていることはただごとじゃないと。あー、はい、あ、え、俺は島を救うヒーローになってやる、待っていろよアレックス。だって、あ、そういうことか、びっくりした。あ、待ってろよ魔王めみたいなことね。うん、やばいやばいやばい、ナタリア大丈夫。あ、ナタリア上にも上がってる。じゃあ上がるかな、一回ここで上がって上がって、うん、なんかキラッと光るものはないか見たかったんだけど、うん、ちょっとナタリアにして、光るものはないですか。ないです、ないです。はい、で、敵が出たらもうすぐに撃たないといけないから、バリーで行くか、なんかそこ、うん、あれ、いけないかな、あれ、あ、ストップ、ちょっと待って、行くとこないんだけど、ここ行き止まり、ここマグナムの弾、ここアイテム部屋、え、そこは押すの、あれ、あれ押すの、え、押す、ちょっと押すかじゃん。はい、あ、押すんだやっぱり。
挟まないとやばいかも。あ、上がある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 。ふう、危ない。トッパーズで、あれでも結局どこに行くの。あ、さらに押すの。さらに押す。やばいやばい。これ使えないの。なんで。ここ上のやばい、小さな手やってる場合じゃない。やばいやばいやばい。やばい、小さな手はやばいな。小さな手はやばいぞ。私あれ時間かかるんだから、ちょっと待ってね。そこにいて。今は難しい。なんでそこで待ってて、来ないでよ。行くよ。はいはいはい。うわ最悪だ。もう絶対ここじゃんか。そんなの、もうここだよ、絶対ここだから。いやダメだ、とりあえず一発開けて戻ろう。ここだ。ダメだ、ちょっと待って待って待って、やばい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 。一回戻ろう一回戻ろう一回。ナタリア、ナタリア、ナタリア、どこどこ、場所が分かんない。やばいやばい。ちょっと待って、バリここにいてくれたね。ここにいて、そこにいて。やばい、大変な。けど戻って、あれまた押せるの、また押すのかな、また押すんだよね。はい、じゃあいくよ。じゃあまた押すぞ。はい、え、押せないじゃん、どうすんの。あの部屋なんかあった、レバーとか。レバーあったっけ。もう行けるとこないから、え、なんもないよ。え、なんもないよ、レバー的なもの。え、なんかどっかあるかな。え、どっかある。地図的には、地図的にはもうないぞ、いけない。地図的に、うん、地図的にはもういけません。どっかあったっけ、あと。じゃあ戻るしかない。うん、まだダメだ。ここになんかあった、レバーとか。いや、ないよ。いや、ないない。上がって上がって。え、どこを何するんだろう？ん？上には登れないよね。え？え？もう一回こっち見てみるか。ただの行き止まりだった。え！ああ、もうバカ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 。そんなことやってる暇ないんだから。そんなことやってる。やっぱ行き止まりだ、やっぱ行き止まりだよ、やっぱ行き止まりだぞ。やばい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 。あれ、ここ登れるじゃん、この角度でも。なんで最初登れなかったんだろう。え、どこ行くの。え、こっちもでも行き止まりだったけどな。行き止まりだよね。押すのか。待って、やばい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 。
やばい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 、大変なんだけどこれ。マジか。あ、今回のバリ編これ大変だな。ちょっとずつちょっとずつギミックこなして進まなきゃいけないっていう。うわ、待って待って、マジか。この先に高いとこないと終わる。終わっ、あ、高いとこ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 、やばい死んじゃう、今死ぬとこだったマジ。マグナムだ、これマグナムだ、多分強いマグナムじゃない、今までのバリーのマグナム弱いって言ってたじゃん。じゃあとりあえずこれで取ったことになるから、アサルトライフルの方にして、アサルトライフルの弾がなくなってきた。ナタリア持ってないよね、アイテムが。これいっぱいだ、これ足りないよ、足りないよ全然。うん、はい、じゃあもう一回だ。はい、で、こっち何、こっちこっち何、あ、おー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 おおお、まだあれきっと押せるよね、トロッコね。あ、フルか、アサルトライフルの弾はいる。うん、ちょっと、あー、もう無理だこれ。あ、マグナムの弾がめちゃくちゃ飽和してる。そんなことある、そんなことある、逆に。結局この発煙剤を捨てることになるんだけど、結局。困ったな、今はいいけど、ここ開くかな。え、待って、新しいとこ来ちゃった、なんで、待って、じゃあちょっと待って、まだまだあのトロッコ押せるかどうかやんなきゃ、待ってね。あー、よいしょ、ここのトロッコまだ押せるでしょう問題。あ、押せないや、ごめん、押せなかった押せなかった、戻りましょう戻りましょう戻りましょう、ってか進みましょう進みましょう。やばいやばいやばい、視界がやばくなってきたやばくなってきたやばくなってきた、あ、やばい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 、危ない、今ギリだったんじゃない、ナタリア大丈夫。え、ただのさ、リフトのあれを、一旦出ましょう。出るよ。あ、一旦出るよ。一旦。ん？ナタリアおいで。危ない。危な。びっくりした。ね。もう一回行くよ。ちょっとナタリア見て。どう？ヘイトは切れてる？切れてるっぽいな。じゃあ行くよ。でもさっきも切れてたけど。まだダメか。ちょ、出よう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 。嘘でしょ。ちょっと近いのよ。近い近い。さすがに近すぎるわ。動かんじゃん、あれ、あそこから動かんよ、動け動け、動かんのは困るね、さすがにね。
爆発便で行きますか。はい、さすがにちょっと、今のひどくない？嘘だ、完全避けたじゃんか。はいはい、ああそこにもいるんだ。はいストップ、はいはい、避難避難、やばくない？ちょっと一発当たったらもう瀕死なんだけど。あれ私なんかちょっと場所取りを変えようかなって思ってたけど、他のがいるからここでちま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 やった方がいいかな。そっか、ちょっと待ってよ、空き瓶あるから、この周期薬を使ってちょっと後ろに下がってもらうか、でこっちを装備して、いくよ。待って、どこにいる？近すぎるなこれ。いや、一回食らっちゃうな、しょうがないか。周期瓶が谷底に消えてった。周期瓶が谷底に消えていきました。マジか、もう倒した。いや、周期瓶が谷底に消えてで、ダメ、まだ安心しちゃダメよ、もう一人いたからね、そこにね、そこに、そう、君。ちょっと抜きづらいね、君ね。もうちょっと出てきてくんな。はい。これ上から落ちてきたりしないのかな。こんなスイッチオンにするのに、あ、レッドハーブめっちゃある。はい、なんて言うんだろう、あれみたい、ドラえもんの栗まんじゅうじゃないけどさ、ハーブを増やして増やしたハーブからさらに増やしてみたいな。はい、ショットガンの弾、じゃあ組み合わせて増やしとくね。行きはよいよい、帰りは大丈夫か。どこだ、はいはい、もうこれ無視してもよくない？倒したってなんかくれるわけじゃないんだもん。ここを倒さなかったからってさ、次の別のルートの道中にあいつがいるわけじゃないんでしょ、きっと。倒しても何もくれないからもういいや。はい、で、行きはよいよいだよ、気をつけて、行きはよいよいだよ。はいはいはい、嘘でしょうよ。あ、やばい、どこに配置。ふう、じゃあそこが行けるようになったと。いや、めちゃくちゃ大変、一つの物事をするのにこれをやらなきゃいけないみたいなのが、めちゃくちゃ大変。戻って、ここでやろう。ナタリア、大丈夫か。
腹前進に切れた。おっ、早すぎるって気持ち悪い。もう気持ち悪い、もう気持ち悪い。でもアサルトライフルがめちゃくちゃ使ってなくなった。ただ一番威力が低い銃だからね、いい感じで。よいしょ、あ、ここか。はい、あーと、あ、これで、あー、ここに出てきました。はい、ファンね、ファン。はい、これで下にガス溜りがなくなったってことね。はい、はい、じゃあこれで下に行こうか。やっとこれで研究施設でしょ。何も手に…うまくいったな。これで進めそうだ。あ、カスタムパーツ手に入れたよね。何手に入れたんだろう。あ、ロングマガジンか。どうしよう、ショットガンにつけた方がいいんだろうけど、ショットガン結局使ってないよね。ショットガンにロングマガジンをつけようか。 あとピアッシングショットガンが貫通した方がいいか。うん、これにしよう。ショットガン結局使ってないはい、でこれで研究施設ターンかな。行くよ。あ、こっちだ。はい、行くよ。はい、うん、ガスなくなってるからね、大丈夫だね。なぜアレックスはお前を狙う。わからないの。あの人に会って少しお話をしてたら眠くなって。あ、待って、エンブレムがあらす。そうか、やはり本人に聞く以外なさそうだな。ダメか。こいつは最悪のスープだな。スープ、うえへー、うん、ここか。ここが研究施設なんだね。登録を確認しました。ああ、ナタリア。ナタリア、なぜ。わからない、うん、びっくりした。はい、研究所ターンに無事入りました。研究所だよ。あ、ごめん、グイーンになっちゃった。目覚めを拒むナタリア、死ぬ。これ以上お前の好きにはさせん。バリー。死ぬ。怖すぎる、こんなささやかれたら。はい、じゃあちょっと研究所ターンになったと思うので、ちょっとお水休憩入らせてもらいます。